こんにちは。今回は意外な撮影地密集地、長野県にあるトリック撮影地をご紹介。ということで、トリックの撮影地というと様々な場所があると思いますが、大抵はある場所に密集しています。考えてもらえればと思いますが、さすがに1エピソード撮影するのに、あっちこっちで撮影していたら手間も時間もお金もかかります。そのためほとんどの撮影地は密集していることが多いです。多分他のドラマや映画などでもそうなのではないでしょうか。そして今回はトリック撮影地の意外な密集地である長野県の撮影地を簡単に解説していこうと思います。早速ですが、長野県のトリック撮影地はどこにあってどれくらいあるのか、地図を見てみるとこんな感じ。赤い枠に囲まれた場所が長野県、赤いマーカーが撮影地です。主に上田市周辺に多く撮影地が点在していますね。近づいてみるとこんな感じ。正確には上田市だけで撮影されているわけではないんですが、長野県の撮影地は全てこの辺りにまとまっている感じですね。そしてマーカー名が出ているので気づいた方も多いと思いますが、これらの撮影地はガビ村の会、スリット三加子の会の撮影地です。実はほとんど同じ地域で撮影されていたというのがよくわかると思います。例えば神がない遺跡ミュージアムは、ガビ村で次郎号を止めた場所のすぐそば、200メートルない距離にあります。すべてを詳しく見ていくと時間がかかるので、ざっくりと紹介していくと、上から順にこちらが神がない村役場。次にスリット三加子が呼び出した廃校がこちら。廃校に向かう道もこのすぐ近くです。下側にある茶色のマーカー、こちらは民宿橋爪の撮影地で、昔は営業していましたが現在は廃業してしまいました。ですが建物は変わらず残っています。少し右に目を向けると工場の月岩のあった場所、矢部たちが走ってきた道もこの近くです。そしてこの一番密集している場所、下から上に黄色の髪を直子が取ってしまい信者たちから逃げ切った場所、次にガビ村入り口、ガビ村で次郎号を止めた場所、芝川玄城の信者が森に居座っている場所、神がない遺跡ミュージアムです。また少し離れたところに、次郎号で芝川玄城と対決すると直子が気づいた道がここに。あとはガビ村に向かう前に立ち寄ったお店がここにあり、こちらは現在も営業しているお店で、家族亭という店名です。次郎号でガビ村に向かうシーンはこの道です。そして最後、矢部と菊池がゴルフをしていたゴルフ場がこちらです。小諸高原ゴルフクラブという場所になります。これが長野県すべてのトリック撮影地です。かなりざっくりとした解説ですが、一通り撮影地をまとめたところで、では実際にどれくらいで行けるのかという話ですが、今回は東京駅からガビ村入り口などの撮影地が密集している芸術村公園までを参考にしていきます。ちなみにこの撮影地が密集している場所は、芸術村公園という場所になります。もし車で行く場合は高速を使って2時間40分程度、そして長野県の撮影地の利点として車では遠いと思う人も、北陸新幹線があるためナビでは3時間20分程度で行けるとのこと。ただこれは桜平駅で降り、そこからバスを使ってというルートですが、個人的に公共交通機関を使う場合は隣の上田駅まで新幹線で行って、そこからレンタカーで撮影地を巡るのが効率的だと思います。その方が神がない村役場の撮影地の方も行きやすいですし、東京駅から上田駅は基本的に1時間20分程度で、上田駅から芸術村公園まで車で約20分、神がない村役場撮影地までこちらも約20分です。こうやって見ていくと新幹線を使った方がいいような気もしますよね。ちなみに主な撮影地を回ったとしても、上田駅から順番に回って1時間30分程度、実際に降りていろいろ写真を撮ったりしても十分な時間はあるでしょう。実際に回ったことはありませんが、多分1日あれば十分回れると思います。もちろんこれは東京駅を出発地として考えた場合なので、あくまで参考程度ですが、関東に住んでいる方にとっては遠いようで近い撮影地だと思います。ただし、この長野県の撮影地は関西、中部地方に住んでいる方にとっては、かなり行きづらい場所です。というより長野県という場所自体、関西、中部からはとても行きづらい場所で、地形の問題が一番の問題だと思いますが、わかりやすく一言でまとめると、東京駅を経由した方が一番早く着くレベルなので、なかなか行きづらい場所です。
もちろん名古屋から長野に1本で行ける電車もありますが、それだけ時間もかかるというわけです。これは車を使った場合も同じで、多分車で行くのが一番大変でしょう。どちらにしろ、1日で回ろうとするのは難しいでしょう。長野県にあるトリック撮影地は個人的におすすめしたい場所です。特に都内、関東方面からのアクセスがとてもいいですし、新幹線の凄さがよくわかります。ただ唯一問題があるとすれば、新幹線を使ってかつレンタカーを借りるとなればお金もかかります。日帰りが可能だったとしても結局下手すれば1泊分の金額は払うことになるかもしれません。この点は人それぞれなので何とも言えませんが、それでもおすすめしたい撮影地たちです。ちなみに、もし都内方面から車で行くという場合、ホーメゴ村の会の撮影地が密集している神流町を経由するという方法もなくはありません。ただし高速道から外れ、山道の国道をずっと走って長野県に出る方法なので、長時間の運転に自信のある方は参考にしてみてください。それではまたお会いしましょう。